日本宮城県仙台市若林区荒町荒町は、宮城県仙台市若林区、市中心部から見ると南東に位置する町である。元米沢にあった新町が、両主の伊達市に従って16世紀末に、住民ごと岩出山に、続いて17世紀初めに、仙台に移転して、荒町と、改称、さらに一度仙台の中で移転して、現在地に落ち着いた。 伊達国のご府大町の一つで、古くからの商店街として続いている。荒町は、現在の地理でいうと、若林区の西の端、宮城県道235号荒井高長線道路の、西端で、国道4号から、美写門堂前までの道の両側にあたる。1960年代から、仙台市が進めた、住居表示導入に伴う、町名変更が及ばなかったところで、 北や南との境界も少々入り組んでいる。北に接するのは、西から東へ、清水工事東七番町、東八番町、東九番町、連邦工事南に接するのは、西から東へ、土居石垣町、弓の町である。現在の道路幅は片側1車線、計二車線の車道が九メートル、左右の歩道が三メートルの、計十二メートルである。 バス路線が通り、朝夕の交通量が多い。仙台では初め現在の本荒町に置かれたが、1628年頃に、欧州街道沿いの現在地に移転した。欧州街道筋の町で、江戸に近い南東にあった。工事の専売権を与えられ、明治時代まで工事屋が多かった。江戸時代から現在まで、豪商がの木を連ねたり、中心商店街、 繁華街になったことはないが、庶民的な商工業地であり続けている。町の守り神として、欧州仙台七福神の美車問答があり、荒町住民が盛り立てる。祭礼では、江戸時代に、相撲の興業、戦後は、星空コンサートや夜空のオーケストラがあって活気づく。戦国時代に、伊達氏が米沢を本拠にていた時、新町は、米沢六町の一つで、 その中で最も新しい町であったかと想像される。欧州市沖によって岩出山に転じることになった伊達政宗は岩出山城下に区割りして作った新町に米沢から移った新町の町人を住まわせた。仙台に移るときも住民を移し同時に名を荒町と改めさせたらしい。はじめ荒町は仙台城下の中心である場所の辻の南西。 南北に走る欧州街道の一本日誌の裏通りに設定された。1628年頃、仙台の南東に若林城が築かれると、そこの城下町整備とともに、仙台の城下町も南東方向に大きく範囲を拡張した。1627年か1628年頃に荒れ町も南東に移転し、欧州街道に総東西に長い町になった。 新しい荒町の生誕で、欧州街道は北に折れて、田町となる。街道は、国道4号で終わる。現在の生誕より伸び、東北学院大学があるブロックに突き当たる細い道である。東の端は、美写門堂の前で、南菓子町と隣り合う。この東端が、仙台の城下町と若林の城下町の境界線で、荒町は、 仙台に属した跡地は本荒町、または元荒町と呼ばれ、幕末まで武家屋敷が並んだ。仙台には24の町人町の序列を表す町列が定められており、荒町は五府大町の中の6番目、全体の中でも6番目に位置づけられた。町の行政は、官入り、県団という町役人が取り仕切った。江戸時代の初めには、 五不大町に九月日市の特権が与えられた。これは、毎年九月に五不大町の一つが、主要17品目の取引場所に指定され、他の町で、指定品目の売買が禁止されるというものである。指定は交代制で6年に一度巡ってくる。城下の他の町の商人、外からやってきた商人は、その期間中は指定の町の商人に、場所代を払って、店を出した。 日市の制度は商業が未発達で常設店舗が少なかった時代のもので、慶安4年10月に廃止された。代わりに非市線を城下の全商人から取り立てて6年交代で町に配るようになった。日市線は店の場所によって額が異なったが、荒町自身は上、中、下のうち下場所となった。荒町だけの特権としては、 工事の専売権があった。江戸時代の大きな家では酒や味噌を製造する家が多かったが、工事の製造には特別な施設と管理が必要であった。その工事屋が荒町だけのものとされた。この特権は遠方3年うるう4月の売り散ら指令で廃止された。代わりに他の町で工事室を設けるものは一軒室につき1か年金7切れ。 半間室なら4切れを薬船として取り立てた。超単位の特権は、荒町の工事以外にもあり、売り散らし例で廃止されたのは同じである。城下の外れにある寺社門前町である八田町と宮町は、特別に薬船が免除の特権があったが、菊室については、その免除が効かなかった。荒町の工事特占は、江戸時代後期までに復活し、 明治初年の廃止まで維持されたようである。工事屋には各店ごとの販売地域があり、客が来るとその住地に従って担当地域の店を紹介していた。町並みは法廷の区画であるの木で測ると各種資料に差があるが、約90件で人口は1852年に727人あった。江戸時代の荒町には、 清水工事沿いに出た湧き水が流れ込む孫米堀掘りという、用水路が通っていた。この掘りには、四谷用水の一流も流れ込んだ。街道筋ではあったが、蔵の数や、日掛け銭の課税から見ると、荒町の繁栄は、城下の平均よりやや下であったようである。また、五府大町の中で、菱仙船長周基準の過場所とされたのは、柳町と荒町だけであった。 もっとも、24町のうち上場所は3、中場所は6しかなかったから、下場所だからといってさびれているとは限らない。町並みの特徴は、麹屋が多いことで、味噌屋と醤油屋も多かった。天保5年の味噌醤油仲間54人のうち、荒町は、味噌醤油屋1、味噌屋2、醤油屋7の、計10人を占めていた。 これらの製造が暇になる夏にはうちを作って売った。渋内ちは荒町の名物であった。幕末の頃には海分を載せた渋内ちが荒町の特産品になっていた。江戸時代の都市はしばしば大化に見舞われた。仙台は冬に乾燥する気候で、その頃、北西風が吹くため、ちょうど風下にあたる荒町は類称しやすかった。その中の一部を挙げると、 法永4年2月13日荒町の裏にある松山七左門屋敷の尺宅岡山中兵衛の家から火が出て、166件が焼けた。被害は423個とも言う。そのうち荒町の被害は不明だが、続く20日にまた大火があって、荒町は残らず焼けてしまった。教法3年4月1日には、 田町の裏から出火した火が東に進み、荒町を残らず焼いて、南かじ町まで達した。文政5年2月26日には、荒町と八地工事の境の西側、木村源児の侍屋敷から出火し、東に延焼して、若林城のそばにあった藩の蔵まで燃え広がった。荒町は86軒、隣の南丹屋町も100軒で、ほぼ全滅。 国庁、南染市町も大被害となり、周りの足軽屋敷も含め、502件が累承した。翌文政6年12月25日には、片平町で出た火災が、荒町を通り過ぎて石名坂まで167個を焼いた。江戸時代の仙台の町人は、町ごとに、守り神というべき、小さな神社か仏道を祀っていた。荒町のは、 若林城下建設に合わせて、郊外の北目城付近から移されたと伝えられる、美沙門堂で満腹寺を別棟にした。美沙門店では、江戸時代には6月1日から3日まで祭礼があった。江戸時代の仙台では芝居、見せ物の工業が、藩によって原則禁止されていたが、六箇所御神寺城と呼ばれた六つの祭礼だけは、 例外で、美写門展の祭礼もその一つであった。美写門堂では特に相撲工業が人手を呼んだ。祭りの名物としては、うさぎ落眼が売られていた。荒町には、上記の新言宗万福寺の他に、浄土宗の常念寺、曹桃宗の正伝案、日蓮昌宗の仏源寺もあった。終焉部に寺院を配置するのは、江戸時代城下町の浄土である幕末。 明治時代には、仙台庵という怪文の噛手がいた。本名は細屋、細谷勘左衛門。本業は、工事屋だったが、開脚を好んで、多数の怪文を作り、数々の気候をもって知られた。仙台庵の名は、江戸にもその名が知られていた。また、もともと荒町名物の渋内和に怪文を載せて、販売したところ、人気を集め話題になり、お土産品にもなった。 母親戦争に敗れて現行された仙台藩は、1871年に、町人町の行政制度を改めて、官入り、県団の代わりに、町ごとの町人台を置いた。荒町では、佐藤十兵衛が町人台になった。大工小区制が施行された1872年4月に、荒町は、宮城県第一大区の小六区の一部になった。 区分は1876年に改正され、荒町は第二大区の小六区に属した。1872年の小六区は、馬蕉の辻井南の欧州街道沿いをまとめた細長い区で、1876年の小六区は、仙台の南西部を占める面積が広い区である。1876年に大区小区制を廃して軍区町村編成法の下で、 仙台区が発足すると、仙台区は、区内を5つの組に分け、住民から選ばれた組長を置いた。荒町はそのうち1番組に属した。1889年に、仙台市が50区を置くと、その一つに荒れ町区が置かれ、正寺元兵が区長になった。1873年7月3日、学生に基づく小学校として、300人町小学校が常、 林寺内に設置された。これは、名前の通り三百人町にあったが、やがて荒町に校舎を建てて、荒町小学校になった。一時期は合唱を用いて、地震小学校とも言った。同年には、私塾として、岡本源七が、英学岡本家塾が設立され、後に、英学育英社と解消した。明治に入ると、旧藩時代の商業特権は全て失われたが、 依然として、仙台の麹屋は、荒町に集中し、家庭での酒や味噌作りに欠かせない麹を売っていた。だが、麹の需要は、低落傾向にあり、1902年の酒造法が、業者以外の酒作りを禁止したために激減した。20世紀前用までに、麹を売る店は、現在ある、砂糖麹味噌醤油店と、銭型屋麹店の2軒になっていた。 20世紀に入ってから、荒町では道路を拡幅し、現在の12メートル幅が出来上がった。仙台市電は、欧州街道筋を通らなかったが、バスが、荒町を通った。荒町小学校、第二次世界大戦中の仙台空襲で、仙台の市街は荒た焼き払われたが、中心から離れた、荒町は被害を受けなかった。業種の入れ替わりがありつつも、 比較的小さな商店、職人の町としての性格を変えずに今日に至る。1957年に宮城文化服装学院が置かれ、1976年に宮城文化服装専門学校と改称した。1960年代から1970年代に仙台市は住居表示を導入して両側町を基本とする町名を整理する事業を進めた。 照名変更は、中心部から徐々に施行されたが、伝統ある町名をとどめたいという意見が強まって、途中で停止し、荒町付近の町名は変更されないままとなった。1987年から2006年まで、荒町では、美写門堂の祭礼に合わせ、宮城フィルハーモニー還元楽団を呼んで、星空のコンサートを開催した。 2007年からは、宮城教育大学還元楽団を呼んで、夜空のオーケストライン荒町を開催している。2017年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。ありがとうございます。